皆さんこんにちは。今回もアトリエルースをご覧いただきありがとうございます。立春を迎え、芝生の香りや肌で感じる空気に変化を感じる今日この頃です。暦の上では春となりましたが、まだ寒さがぶり返す時期ですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今回の手仕事は長財布やスマホなど必要最小限のものが入る横長のショルダーバッグです。横長なので中のものが取り出しやすくなっています。街の切り替えがとても素敵なので、ぜひ皆さんも作ってみてください。使用した生地は V&A ファブリックコレクションプレイフルライムというデザインで、素材は綿麻キャンバス、色はナチュラルです。英国のビクトリア&アルバート博物館 V&A が所蔵する美しい壁紙やテキスタイルのデザインからインスピレーションを得られた、見とれてしまうほど素敵な生地です。それでは材料です。まずタブを作ります。縦横8センチの表生地を2枚用意します。観音折りにしてミシンで縫い合わせた後、 D カンを通して仮縫いしておきます。D カンのサイズは内枠 2.5 センチです。次に本体に幅33センチ、高さ17センチの表布2枚、裏布2枚を用意します。表布は綿麻キャンバス、裏布は普通の厚みのシーチング生地です。表布1枚を手に取り、縦半分に折ります。上から 3.7 センチの位置へ印を打ちます。印を打ったところから長さ3センチの線を引きます。底部分も3センチの印を打ちます。3センチの印をつないで線を引いておきます。線に沿って生地を裁断します。表布2枚、裏布2枚、同じ寸法になるように裁断しておきましょう。次に再び表生地を縦半分に折って、底部分の中心へ印を打ちます。表布2枚、裏布2枚、すべて底部分の中心へ印を打っておいてください。次に長さ55センチ、幅7センチの待ち部分の生地に表布1枚、裏布1枚を用意します。からし色の表生地は普通の厚みのシーチング生地です。裏布は本体の裏布と同じ普通の厚みのシーチング生地です。
半分に折り、中心へ印を打ちます。本体と待ちの印同士を合わせて中表に重ねた後、1センチの縫い代で縫い合わせます。反対側も印同士を合わせて縫い合わせます。縫い代は待ち部分の方へ倒してアイロンをかけます。切り替えの際へ押さえミシンをかけます。裏布も表布と同じ工程で作っておきます。次に長さ33センチ以上のファスナー1本を用意します。表生地と中表になるように重ねます。ファスナーの上へ裏布を表布と中表になるように重ねて縫い合わせます。余分なファスナーをカットして押さえミシンをかけます。ファスナーの反対側も先ほどと同じ工程で縫い合わせます。
押さえミシンをかけます。次にファスナーの両サイドへタブを縫い付けます。仮縫いですので 0.5 ミリの縫い代でミシンをかけます。ファスナーが真ん中に来るように本体を裏返しておきます。次にマチ布端とファスナー端を中表に重ねます。マチ布が真ん中に来ていると重ねやすいので形を整えておきます。ファスナー端が真ん中に挟まれるように重ねます。そしてここの部分は少し複雑なのですが、今重ねた端同士は全部重ねて縫うのではなく、表布同士の端、裏布同士の端をそれぞれ別に縫い合わせます。真ん中にあるファスナーは避けて縫ってください。このようにそれぞれ別々で縫ってください。端を縫う工程の最後に真ん中のファスナーが通っているところを縫います。ファスナーが通っているところを縫うときは、一針ずつゆっくり縫ってください。
次にバッグの横部分を縫い合わせます。裏布側へ返し口10センチぐらい残して縫い合わせてください。まち側を畳んでボックス状になるように縫い合わせてください。表布同士、裏布同士、それぞれ別々に縫い合わせてください。縫えたら返し口から表にひっくり返します。返し口を縫い閉じたら形を整えて完成です。ちらっと見える切り替えの布がとても素敵ですね。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。